駿河区の森下小学校では今朝、児童たちが多くの荷物を持って登校しました。全校集会は熱中症対策のためリモート形式で行われ、小野正信校長は先生や友達と元気に充実した学校生活を送ってほしいと話していました。児童たちはその後、宿題を提出したり思い出話をしたりしていました。1ヶ月余りあった夏休み、そして久しぶりの学校に子どもたちの反応も様々でした。夏休みに戻りたい。それはどうして？夏休みがすごく楽しかったから。今日から学校スタートだけど、今の気持ちどうかな？もうワクワクドキドキしてます。何が楽しかった？一人で光の新幹線乗って東京行ったことです。白鷹に乗って長野に行って、それでバーバチで過ごすこと。長い夏休みどうでしたか？楽しかった。何が楽しかった？家族でプールに行ったこと。授業スタートだけど、今の気持ちどうかな？友達に会えて嬉しい。親戚と花火をしたことです。線香花火が楽しかったです。学校始まって何頑張りたいかな？森下音楽会があるから、その練習を頑張りたいと思います。